りますよ、あゆみ先輩。レン先輩はもっと気分やスタイルに合わせてメガネを選んでかけるべきだと思います。いや、そんならどっちでもいいんじゃないの。クリスマスはそれでいいかもしれないけれど、普段から全部買うというわけにはいかないのでは。そうなんです。そういうのもあってちょっと最近姉妹ユニットで音楽性の違いを感じてまして。そっか、同じものを良くしたいって思ってても方向性の違いってどうやって生まれて解散していくの。別に改めて言うほどそんなにこうしてほしいってところあります。あ、いや、できる範囲での話ですけど。こういうところ七瀬は私以上に蓮先輩のガチ勢だと思うんです。何そのガチ勢って。あと、なんでみんな揃ってそんな優しい目で見てくるんですか。ちなみに七瀬ちゃんから見た蓮くんってどんな感じ。煽ってるわけじゃなくて、ここがいいよねって話。いや、どうって。落ち着いてるし、頼りやすいし、優しいし、派手じゃないけど普段から小綺麗って言うんですか。ちゃんとしてますよね。でもちょっと抱え込みがちなところあって、そういう時はしょうがないから助けてあげたくなっちゃうというか。ああ、もうわざわざ言うの恥ずかしいな。わかります、わかります。それに真面目に考えてる時の静かな様子とかいいですよね。口元に軽く手を当ててる時とか。クエが無言でしゃべって、人を勝手に取らないようにって怒られてたやつ。え、何それ、姉さんのすごくいいやつじゃない。その写メ残ってたりしないの。七瀬ちゃんって
なんだかんだ郁恵ちゃんと趣味が似てるとこあるよね。あと私にもその写メください。代わりにメガネリン君を出します。後輩のいないところで本人が把握してない交換会が始まってる。最近のレン君はね、純子先輩と魔女さんのプロデュースもあっていい感じに知的オーラ出てきたからね。つまりその方向性をそのまま伸ばせばいいのでは。はいかーい、男子としてはちょっとマッチョな方が私の好みではあります。女性としてはありなのか。いや、リコの好みってラグビーの選手とかあのあたりなんで、かなり個人的な性癖の話になってると思いますよ。まあそうだけどさ、えこれってイクエみたいに自分の好きな感じの話するとこじゃなかった？ないです。残念ながら本人がやる気にならないと思うけど。だけど立場が違うと抱いているイメージも違って面白いわね。池永君は私から見ると頼りがいがあるというよりも頑張り屋でいじらしい印象だから新鮮だわ。蓮くんが純子先輩を頼りにすることはあっても逆はあんまりないですからね。どちらかというと私もそっちのイメージ。もう少し肩の力を抜いて周りに甘えてもいいと思ってる。でも蓮くんはな、見えっ張りだから少なくとも年下の子の前ではそういうところは見せないだろうな。まあそういう不器用なとこも含めて嫌いではないんですけど。でさ、ウエラビーとかじゃなくて一番付き合い長い双子パイセン的に連パイセンのこの辺をこうしてほしいとかそういうのはあるの？の話になっちゃうけど、バイト中以外普段からメガネをかけてほしい。やべえ、妹の方の目が全然笑ってねえ。ガチのやつじゃねえか。この年になって気づいた自分のツボというか、もう性癖みたいな話なので。日向さんはあやめさんに比べてそういうのを聞かないけれど、池永くんにお願いしたいことはあるの？もっと早いうちにあやに手を出して責任を取ってほしかった。はい、撤収。その話ちょっとでも掘り下げると面倒になるのでなしでお願いします。あとこういう話になると郁恵がめっちゃ早口になるかと思ったのに、わかるってうなずいてばっかなの。ちょっと意外なんだけど。私蓮先輩に関しては大抵の解釈は受け入れられますので。吉村くんは幼馴染的な安心感を共感できないので、そこは少し嫉妬しますね。
クエはレンさんも全肯定するスタンスなのは知ってるけど、本当になんもないの？推しに自分の意思が介入してほしくないんです。ああ、もう言わんとすることは理解できてしまった。あと自分に都合が良すぎると回転して脳がそんなのありえるのかって疑うよな。皆さんの反応的に私が言うなって話ですけど、レンさんってそんな言うほど完璧な夢男子でしたっけ？そうですね、強いて惜しいなというところがあるならレン先輩が女の子じゃないことくらいですかね。ごめん、レン君メガネ推進派の仲間だけど、ちょっと言ってる意味がわからないかな。女の子の方が良かったの？というよりも両方ついてた方がどっちも楽しめて、受け攻め含めて2倍お得じゃないですか。これイクエは本気で言ってるやつだけど、理解しなくていいやつなんで。今日は撤収です。お疲れ様でした。とりあえずクリスマスプレゼントは私たちも考えてみましょう。コートは私も考えていたのよ。ジャケットも人前に出るようなものがあってもいい。身だしなみは大事。したいようにすればいいと思うんですけどもね。えレン君、そうかもしれませんね。何か知らない声がする。私がたぶらかすんです。さあこっちに来てください。優しくしてあげますし、怖いことなんて何もありませんからね。もしかしたら寝たふりをしているのかもなんて思いましたけど。